準備してる間にさっきの続きを読みましょうね。
話し合いにっていうとこだったや。いよいよ話し合いに。みんなの祈りの中、コッキー VS 長田の話し合い。30分後、コッキー全面勝利報告。長田が言ったこと。1、俺はドジバカです。2、俺がバカでした。3、もう少し乙女心を汲み取ります。4、ごめんなさい。5、俺と一緒にやってください。というわけで、コッキーと長田は和解の夕食へ。イエーイ。そして2人は、和解のためナイスな七輪焼きのお店へ。これはですね、山で レコーディングしてたから久々に町へ繰り出したっていう意味ですね。で、この日記はみんながいろんなことを書くわけ。なんか気づいた人がこう置いてあってから、気づいた人が書くんだけど、最後にあるのは、リエがこの別荘を去る前に、あちゃんたちしょっちゅう喧嘩してるから仲良くって書かれたのを最後に、この日記は途絶えています。わかるだろ。その後喧嘩してから、そのもう間を取り持つ人も失ってしまい、この日記を読む限りは幸せな感じで終わってます。でもその後仲直りしたもんね。じゃあ大変だろ、女の子と何かするっていうのは。聞いてる？聞いてるよ。今年の目標は？明日の話はよく聞く。はい。